吉田さん、日本は島国、ね、だからこそメリットもあるしデメリットもある陸続きの国はそれはそれでメリットがありデメリットがあるさまざまだと思いますどういうふうに見ていくかっていうのと何をメリットと感じて何をデメリットと感じるかこれ非常に重要じゃないかなと思います、まあ、例えばね多くの私と同じ世代が「ロスジェネだからね」みたいなことをね思ってるのかもしれませんし言ってるかもしれません 実際に聞いいたことないですよ、うん、でも私もロスジェネです、うん、あまり就職環境良くなかった時代ですけども私考えるとね就職そのものが時代遅れになってきたその第一陣だったんじゃないかなと思うんですよ、まあ、ですんでその過ぎ去った時代の憂鬱をねいつまでも追いかけていてもやっぱ苦しいんだろうなと思うんですよ、うん、派遣社員の時代これも過ぎたんじゃないかなと思いますで今は多分ね あの自分で事を起こす個人の時代じゃないかなと思うんですよ。なのに組織の一員になろうとするっていうのは完全に歴史と逆行していって流れをねものすごく逆手に取ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、逆手に取ればそういう表現っていうのはなんかいいことが起きたみたいなことになりますけども逆手に取りようがないものを逆手に取ろうとしてるんで苦しいんじゃないかなと思いますよね。だってできる人は組織から離れるんですよ。ひどどい,い方ですけども 組織にいないいななと力が発揮できないもしくは組織にいることによって発揮しない力でも安定した給料をもらうという選択をする、まあ、それが今の時代の就職になってしまったんではないかなと思うんですよだから給料とかまあなんか人生設計プランとかね会社の規模とかそういうのにものすごく気になるんじゃないかなと思うんですよ だから会社に入ろうとしたら会社の環境が気になるでも自分でやろうとしたら自分の環境をどう作っていくかということまさに今回のテーマになりますけども空なんですよね私が会社にいた頃っていうのは感覚的にも実際的にも空が見えないところにいました。自分のの給料の上限は決ままっているつまり 空は見えないんですよね突き抜けたような空は見えないですそして労働環境も上を見たら蛍光灯のついた天井があるだけです、うん、あのノミの話って何回も聞いたことあると思うんですけども、ノミってすごい高さまで飛ぶんですよねでもせっかく30センチぐらい飛べるのに天井を越うやって設けてね空が見えないようにするとこの天井に当たらない程度10センチぐらいまでしか飛べなくなるそうなんですよ そその後その後天井をポンと外ししてももう飛べなくなくったのみがいいるらしいんですよねだからこれは空を見せないような環境つまり会社の中にいると自分の給料は20万か30万が適当っていうふうに思ってしまって50万100万の給料なんかそれ怪しいよねそれは一部の人だけだよねっていうふうになっちゃったりとかそもそももう挑戦するピョーンとね挑戦する意欲すら失ってしまうんじゃないかなと思うんですよ。 で、サラリーマンがきついなと思いながらネットビジネスに来るでもネットビジネスで100万200万稼ぎたいと思ってるけどもでもどっかで自分の売り上げとか利益をねセーブするそんな心理が働くんじゃないかなと、まあ、どうせ無理だよねって思うわけなんですよでもどうですかね私はサラリーマンもやりましたけどもあのそのサラリーマンを離れてね何を思ったかっていうと スコーンと空がね高くまで開けてるなーってことに気がついたんですよねそれ一つは実際に勤めていた会社がなくなることによってあの毎日通う箱がなくなったんですよ、まあ、ですんでどこまで行っても自分を囲ってくれる箱がないわけですから空はいつまでもね高かったですね。と同時にですよ給料が決まってないんですよ給料がないんじゃなくて。 給料が決まってないんでもどんなに悪くても給料は0円この下がったその限度はあるわけですよね毎月20万ぐらいもらっていたサラリーマンの給料そっから0に下がった20万は下がったけどもでもアッパーは限りないんですよね40万もあるし60万もあるし600万もあるし。ということで月収は天井知らずの青天井になりましたねまさに。 空がコーンと突き抜けたような状態でした。で、すぐには私の望むような月収百万二百万っていうのは来なかったんですけども、でも実際にサラリーマンを辞めたからこそその可能性は初めて開けて空が見えるようになり、そして今はまあ空をね飛んでいるんじゃないかなと思いますね。下を見ると給料の二十万三十万で非常に頑張っていらっしゃるかつての私の環境が。 変わらずあるわけですよでやっぱりね会社に入ると全てのコントロールは会社にされるわけですよね自分が勝手に商品作ったり売ったり集客したりっていうのは基本的にできなくはないんだけどもまあ、難しい環境には入るでしょうね というのが、まずは会社の言われたことをやるっていうのが大前提で、それがちゃんとこなせた後で、余った力でそれをやれってことになりますからね。でも実際に会社でいい成績を収める人とか、いい評価を受けている人って、それをやるんですよね。言われたことを全部やった上で、会社がまだ手をつけてないことを個人的に積み上げていって、そして成功事例を作って、その成功事例を持って会社に、 新しい提案ををししして新新いい部門を作るとかね新しいプロジェクトを任してもらうとかっていうので給料を上げていくそういう風な形だと思うんですよ。これ具体的に言うと今勤めてる方がねあの YouTube 部門とか作ればいいんですよ会社の中で。で自分は YouTubeIT 部門の部長になりますって言って YouTube の放送をずっとしていってね会社の商品とか。 会社の人とか会社のビジョンとかをずーっと YouTube で放送していけばそれが一つの集客になり新しい顧客開拓会社のねになるわけですよで会社に貢献したよねとプラスアルファの会社の貢献したよねってことで給料がプラスアルファになるっていう道なんですよこれはお,およそねどこの会社でもできるんじゃないかなと思うんですよ実際私の塾生さんであの YouTube のネタがありませんって言うから勤めてる会社のことを紹介したらみたいな、ね、言うんですけどもああいいですねとか言ってやった人いないですよねこれ こんな簡単な方法を簡単に分かりやすく一言でお伝えしているのにしかも「それいいですねやります」とか言ってねやらないんですよ、うん、まさに空が見えてないんですよね見上げたら自分のいつも勤めてる会社の天井がありそこにはね蛍光灯が光ってるだけガが飛んでいって蛍光灯にぶち当たるぐらいのもんですよそういう考え方じゃ全然ダメですよねもう空が限りなく開けているというふうに 上を見ていかないといけないのかなと思いますそして今ねちょっと空とは全く逆なんですけども国会の経済産業委員会っていうのの質問を YouTube で見てたんですけども日本って国土がそんなに広くないんですよねだから資源があんまりないんですよ石炭がちょっと取れた時代があったくらいしかし今回の経済産業委員会ではちょっと待ってくださいと日本に与えられている 海、これはどのぐらいあるんですかとそして海の中には海溝っていって海の深さがすごく深いところがあるとつまり縦に大陸が土地があるんですよとその縦に連なっている土地を掘っていったらメタンハイドレードレアメタルこういったものがもう埋積されていると満載されているという研究結果がありますそれを掘っていったらおそらくアジアナンバーワンの資源大国になりますよというふうなね質問に対して。 萩生田経済産業省大臣が結構難しい時代に私は経済産業省の大臣になったけどもでもある意味ねすごくチャンスだとも思いますとで昔は深海、ね、海の深さ 1,000m2,000m5,000m で作業するっていうのは非常に難しかったけども今はロボットがあるんだと自動的に自分の判断で動いて電池がなくなったら自分で電池を充電しに行くそして 必要なな作作業業ががああったら勝手に作業してくれるるいうな自動ロボット一つあるもう一つは手動ロボット上の方でカメラを見ながら人間がロボットをこうやってね操作してそして海流とか水圧とかに結構耐えるらしいんですよね。でそういった形で地上には人力で,で水中ではロボットがっていう形で難なく犠牲者なく危険度なく。 海洋資源を掘り起こすこすとができるそうなんですよねだからそこに挑戦していくっていうことを経済産業委員会で話されてましてこれは相番実施されるでしょうそういうことをねすごく期待を持って見てますでこういったのも情報があるとねあじゃあエネルギー資源の問題は日本は解決するよねと原発も稼働しなくていいし火力発電所の原料も入れてこなくていいしってことになるんで外交も変わってきますよね。 でもこういうことを知らない人が国を運営していたらもしかしたらねいや日本は資源大国ではないんで資源を仕入れてこないといけないと。で原油も高いし液化天然ガスもロシアからも入ってこないしじゃあこれからは電気代値上げしましょうねみたいなことになっちゃうしもしねこれから日本が電気代は値上げするしかありませんよってなったら知識がある人とかちゃんと見てる人っていうのはちょっと待ってくださいと。 騙されない海洋資源採掘してるでしょそこを解放してくださいよみたいなね声になると思うんですよでこれも十分インターネットを使った情報の力でこういったねあのおかしな理論に対抗していくことができるはずなんですよねだ、うん、からね個人でいろんな情報を探っていって何が自分のビジネスになっていくかなって考えたら今私がお話した情報だって あそうなんだなるほどねと、まあ、久保さんよくそんなとこまで知ってるよねちょっとチャンネル登録するんで新しい情報届けてくださいよっていう,うになると思うんですよつまり誰もが知っていることを誰もが思いつかないような解釈で放送することも一つ誰もが知らないだろうってことを第一次情報として知らせることも一つなんですよねで吉田さんがよく言いますけども久保ニュースが第一次情報みたいなね 私はどっっかで知ってきたニュースをにコピペするそうすると私の Facebook を見てる人の中で一部の人はそれが初めて知ったっていう風な情報だと思うんですよで今ね経済産業委員会の YouTube 動画を見ながら私お話ししました経済産業委員会は3月12日にあったんですよですから今から数えて昨日ですよね昨日経済産業委員会で質問があったこと答弁があったことをでにもう YouTube でアップされてるんでそれをね暇な私が見て こうやって動画でアップするとそんな政府のね経済産業委員会国会なんて見てる日がないよっていう方の中で暇がないけど私の動画を見てる方は知ることができるっていうことで私が第一情報になるわけですよねだからこれも自分の情報力が青天井にまさにね空がね高く広がっていてどんな情報も集まってくるしどんな情報もこの広い社会に話すことができるし そのインプットとアウトプットの差額に私のお金がわずか残ってるって感じですかね。うん、はい、じゃあ今日は以上ですかね。テーマは空でしたけども皆さんの、うん、頭上にはどんな空があるでしょうか。いってらっしゃい。